ルーエン行政区は南スーダン北東部に位置する行政区。上、ナイル地方に属する。2015年から2020年まではルーエン州と呼ばれていた。旧ユニティ州の2軍からなり、州とはパリアンに置かれている。前身となるルーエン州は内戦中の2015年12月24日にサルバ・キールマ・ヤルディ大統領が設置した。 2020年2月15日、内戦の平和合意に基づき、ヒール政権が設置した州を差し戻すこととなったが、ルーエン州は、当時社間の折り合いがつかなかったため行政区として、独自の行政区画のまま存続することとなった。面積は、約1万1397平方キロメートル、人口は9万9455人、16万8453人。 国内の原油生産のほとんどが集中しており、主要な油田では、ユニティ油田がある。また、バハルエルガザル川とバハルアルイコールジャバル川の、合流点が州内にあり、の湖が形成されている。ルーエン州は、以下の2軍からなる。州成立後は3、5、またはそれ以上の数となったとされている。しかし、2020年の合意によって、ルーエン州時代に新設された軍は廃止され、 元の二軍に戻った。ありがとうございます。